ブワディスワフ3世、ブワディスワフ3世、バルネン地区、ベワディスロブーウォーナンススイク、1424年10月31日から1444年11月10日、は、ポーランド王、在位、1434年から1444年、ハンガリー王、ウラースロー1世、アイウルジロ、在位、1440年から1444年、ブワディスワフ2世の長男で、 母は、ゾフィア・ホルシャンスカ、カジミエシュ4世の二位、バルナの戦いで戦死したことにちなむ、バルネン地区、バルナの人の遺象がある。ヤギエを王家の長男として生まれたものの、前王朝、ピャスト家の血を引くイボアネヤドビガと、その言い名付けであるブランデンブルク先帝公、フリードリヒ2世に、王位継承の優先権があるとバリする、反対勢力が立ちはだかっていた。 ヤドビガの死により反対派の構争は、実現を見ず、父ブアディスワフ二世とポーランドのマグナーと、大貴族の間で、長子、ブワディスワフによる賞の合意がなされたものの、幼くして王位についた、ブワディスワフ三世とその野心的な母、ゾフィアには、根強い反発があった。十歳で即位した国王は、数奇教、ズビグニエフオレシニツキを筆頭とする宮廷の、古問団による補佐を受けた。 ブワディスは不賛成の知性は当初から困難な状況に置かれた。大冠式では反対派のシュラフタの一人、スピテクズメルシティナによる妨害を受け、翌日に首都クラクフで行われた伝統的な民衆による新国王への観光の時間は、マゾフシェの勢族の諸公たちが場所を取り合って、互いの従者たちを争わせたために台無しになった。また成長した国王が、 国事に関して発言しても、事実上の折衝である、オレシニツキスーキ教はこれを無視し、この状態は1438年に、ピョトルクフにて召喚された政務で、国王が14歳に達しため申請を開始するという宣言が出された後も変わらなかった。1440年、ブワディスワフ3世は、ハンガリー国王に押されたが、これを受けるのには、多くの問題があった。まず、 ハンガリーは当時オスマン帝国の脅威にさらされており、ハンガリーとの同訓連合にはポーランド貴族たちの反発が予想された。さらに、先代の王であるハプスブルク家のローマ王アルブレヒト二世の未亡人エリーザベトは妊娠しており、生まれてくる子に将来のハンガリー王位を継がせようと考えていた。こうした困難にもかかわらず、ブワディスワフ3世はハンガリー王位を受けることを決め、 エリーザベト氏自派との2年にわたる内戦を勝ち抜いた。ブワディスワフ三世は、教皇をエウギニニュース四世からの多大な援助を受け、その恩返しとして、トルコ人に対する十字軍を組織すると誓った。18歳の国王は、ポーランドの問題などを完全に気にかけないまま、十字軍への情熱を燃やしていたという。キリスト教世界の擁護者をはじめとする様々な称号が、 十字軍の戦勝を約束する、祝福と共に、強皇特使、ジュリアーノ・チェザリーニによって、ブワィスワフ三世のもとへともたらされた。ただし、ローマからの施設は、ブワィスワフに、以後2年にわたる、オスマン帝国への十字軍続行を約束させる、目的があった。オラデアにおいて1443年に結ばれた10年の、休戦条約については、異教徒は信用できないので戦いを、 続行すべきだというローマ教会の主張を国王は受け入れた。オスマン帝国側には圧倒的な軍事的優位があったが、ブワリスワフ賛成はオスマン帝国がヨーロッパ全土に及ぼし得る力を持っていることを認識できなかった。それゆえ、1444年11月10日のバルナの戦いで従軍していたフニャディアーノ氏の聖書を振り切って帝国軍の中央へ突撃。 スルタン直属の親衛隊へにチェリの反撃を受けて戦死し、同じく従軍していたチェザリーにもこの戦いで戦死した。ブワニスワフ賛成は未婚であり、子供もないまま死去したヤンドゥーゴシュの年代記の記述から、現代では同性愛者だったのではないかとする説まである。ハンガリー王位は、かつてのライバルであったエリーザベトのイジラディスラウスポストゥムスが幼くして継承し、 ポーランド王位は3年の空位期間を経て、弟のカジミエシュ4世が継承し、後にカジミエシュ4世の孫の一人で、ハンガリー王位を継いだ、ラヨシュ2世が、1526年にモハーチの戦いで、ブワディスワフ3世と同じ運命をたどることとなった。ポルトガルの伝説によれば、ブワディスワフ3世は、バルナの戦いを生き延び、長い旅の後マデーラ島に、 聖なる王国を建国した。アフォンソ5世は彼に、マデーラ諸島のカボギラを与え、死ぬまでの領地として保証した。ブワニスワフ3世は、アレマニオ、ドイツ人のエンリケの名で知られ、アフォンソ5世をナコードとしてアニエスという貴族の娘を、メトリ、二人の息子を設けた。また、アレクサンドリアのカタリナの同伴騎士となり、1471年に、マッタレーナ・ドマールに、 カタリナ・マグダラのマリアに捧げる教会を建立したという。この教会は、アドラシオデ・マキーコの工房で制作されたよ、アキムとアンナの勤門の出会いを主題とした、絵画、16世紀初めに描かれため、教会の傍らには、ブワディスワフ3世が登場している。アメリカ、ノースカロライナ州にある、デューク大学の歴史学者、マヌエル・ロサは、2010年10月に、 スペインで出版したコロンブス、語られなかったストーリーの中で、ブワィスワフ三世は、クリストファー・コロンブスの実の父親であると、結論している。ロサによると、以下のような傍傷は、コロンブスがブワィスワフ三世の実の息子であり、当時のヨーロッパの王公貴族たちはそれを、暗黙理に承知していたことを指し示しているという。ロサは、ポーランド政府に対し、 クラックフの王宮に安置されている、ブワディスワフ2世の遺体などの DNA 鑑定を要請している。セビリアの大聖堂に遺体のあるコロンブスの DNA はすでに採取されていることから、この鑑定によってコロンブスがブワディスワフ3世の実の息子であることが証明されるからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。